内田雄三は、日本の都市計画家、都市計画の教育者、東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン、学科、福祉社会デザイン研究科人間環境デザイン、専攻教授、筑波大学大学院非常勤講師、工学博士、国立歴史民族博物館プロジェクト研究員、財団法人国際東アジア研究センター、主任研究員、 自治労自治ま町づくり部会助言者、東日本ブラック解放研究所理事長、アジア居住ネットワークメンバーで、専門は、都市マスタープラン策定など都市計画、住民参加の町づくり論、日本の近代都市計画史から歴史的な、町並みの保全、住宅計画特に被災時の仮設市街地の計画に、関する事例や研究から、不良住宅改良事業における、 不良住宅地区の環境整備計画、また災害に強いちづくり、中心市街地活性化など。一方で、学生運動と、東大病院北部旨、問題、国立歩道共反対運動、日照圏運動、高知童話地区整備、と差市被差別部落での地区環境整備計画立案を、発端とした一連の童話地区でのちづくりから、 ブラック解放同盟、ブラック白書作り運動等と各地の童話地区の町づくり展開、卵の会、アジアの草の根の居住改善グループ交流からアクア、設立、北方町づくりと、マンション建て解釈や人問題、外国人居住問題と、住民参加のスラム改善といった改善問題から、川越市一番街の町づくり、津賀の地蔵通り商店街の町づくり、 長岡市山越地区の復興町づくり等、様々な種類の町づくり実践にも多く参加。1965年、東京大学工学部建築学科卒業後、大学院に進学。鈴木成分に指示し、建築計画学を専攻する一方で、高山研究室での山形市や筑波の都市、マスタープランにも関わる。1970年、 東京大学大学院博士家庭満期、東洋大学に勤務、2011年1月26日、拒絶精神不全のため死去、68歳没、ほか、ありがとうございます。